ストルチャンネルです。スタート。今日はなんとこの写真のある関門リーグチモランナーを食べたいと思います。説明がありますけど一人では無理だけど、もう今は食べちゃいますよ。食べてる動画をご期待ください。はい、お待たせしました。これは固い焼きそばチョコランマ。想像よりでかいです見てください、これで収まりきれず、はい、果たしてウングは食べていけるでしょうか。レッツゴー。あ、すごい、あの取れたかな。めっちゃうまいですね。うまいけど思ったより量多いよね。僕ね多いでも僕だと全然だから分かんない。分かるかな。収まってないもんね。うまいっす。やっぱチョコランマって言うだけあるね。でもどうする、ソース出る。どうですか。ちょっともうお持ち帰りしますって。いい。いいね。だからもうスプーンで頑張って食べます。美味しいですか。最高美味しいです。ただ食べる気がしませんから食べると言いますもの。何も変えてみたいと思います。これ何ですか。寿司です。なんか焼きそばみたいな味になっちゃうの。焼きそばじゃん。これは固い焼きそばで。焼きそばじゃん。焼きそばか。やっぱりアクションでここ座ります。入れたいけど明日もあるじゃん。怖いね。そろそろ押すのがいいかもしれない。元に戻ったわ。しようね。ちょっと本当の焼きそばになったかな。もう本当に味変わっちゃったよ。どうもどうも。だいぶ言ってるね。たまと残り3割ぐらいですね。やっぱソースとお酢なんか入れたのが正解だったね。頑張ろう。どうですか。余裕って言いたいんだけど正直言うとやばい。でも結構頑張ってるよね。頑張って では手を合わせてください。ごちそうさまでした。ちなみにちょっと辛くしたんですけど、カラーメンにぜひお越しください。チョコランマだけじゃなくてはなく、ごま系も美味しいです。普通なお酒もありますよ。ぜひぜひお待ちしてます。エクセレント。